トーマス・マイケル、トミー・オアーは、オーストラリア・ゴールド・コースト市サウスポート出身の同国代表サッカー選手。ポジションは、ミッド・フィールダー、フォワード、トミー・オールと表記されることもある。2008年から、ブリスベン・ロアー FC で、プロキャリアをスタートさせた。2010年3月に A リーグの若手最優秀、選手賞を受賞。同年4月2日、 チームメイトのアダム・サロタ、マイケル・ズロと共に、オランダの FC ・ユトレヒトへ移籍した。7月15日、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11のケーフティラ・ナ戦で、初出場。2014から15シーズンには7アシストを記録した。2015年6月限りで、ユトレヒトとの契約を満了。オアーの父方の祖父母は、イベリア半島北部のバスク地方出身である。 2015年夏には、オアーの代理人が、アスレティックビルバオに契約を持ちかけたが、バスク人としての血筋よりもバスク地方で育ったことを、重視するアスレティックはこの申し出を断った。2015年8月、イップスウィッチタウンに FC と契約した。2016年2月29日、フルスであるブリスベン・ロアーに復帰し、2年半の契約を交わした。 2017から18シーズンによりキプロスファーストディビジョンのアポルニコシアに35万ユーロの遺跡金で加入した。2018から19シーズンにセントラルコーストマリナーズ FC に移籍。2020年1月に2020から21シーズンから A リーグに参加するマッカーサー FC の初契約選手となった。 U-20 オーストラリア代表として 2009FIFA U-20 ワールドカップ 2011FIFA U-20 ワールドカップに出場2010年3月3日オーストラリア代表としてインドネシア代表戦で国際 A マッチ初出場2013年6月4日 2014FIFA ワールドカップアジア4次予選の日本戦で代表初得点を挙げた 国際 A マッチ25試合に得点。ありがとうございます。